皆さんこんにちは金融と社会を担当する主任講師の野間俊勝ですこの科目では幅広い観点から金融の社会的役割について考えダイナミックに変化する現代社会における金融の意義と公共性について考察しますこの科目では金融に関心のあるさまざまな人が受講することを想定し3つの目的を挙げています第一に金融の仕組みと機能働きを学ぶこと 第二に新しい金融商品や金融取引を知ることです。そして第三にそれらの知識や理解を生活者として利用するために現代の金融の動きを見る目をやし、ない経済社会に与える影響を理解していただきたいと思います。この科目の授業の構成は以下の通りです。まず第一回から第三回までは金融の基礎編にあたります。第一回は金融とは何か。 を少し掘り下げて考えていただき金融取引貸し借りは本来良いものだけれどそう簡単には行えないことを確認します情報の非対称性などの重要な用語が登場します第2回第3回は家計と企業という私たちの生活の基盤となっているところでどのように貸し借りが利用されているのかを見ていきます第4回から第7回までは金融システム編と呼ぶことができます 第四回で金融機関の代表である銀行の役割を学び、第五回で貨幣の役割と支払い決済の仕組みについて解説します。第六回は、東京証券取引所などの金融市場の役割を銀行を通じた資金の流れと比較しながら学びます。銀行や金融市場の様子を見ながら、貨幣の量をコントロールしたり、金融システムを安定化させたりするのが日本銀行、いわゆる日銀です。 第7回で日銀の歴史、組織、金融政策の考え方などを学びます。それらの金融システムが不具合を起こした典型例がバブルです。第8回と第9回は、1980年代後半に起きた日本のバブルの経緯と、バブルが崩壊してデフレに陥った1990年代以降の金融システムの変化について振り返ります。その後、比較的新しい金融の仕組みとして、 第10回で投資信託、第11回で証券化商品を紹介します。証券化商品の発達によって発生したサブプライムローン問題もここで取り上げます。バブルやサブプライムローン問題に対処するために、日本銀行や欧米諸国の中央銀行は、伝統的な発想とは異なる政策を取り始めました。それを第12回で非伝統的金融政策として解説します。 この科目の終盤の3回は、2010年以降の金融の変化を取り上げます。第13回は、金融再編とフィンテック。第14回は、中小企業金融と地域金融。そして、第15回が、金融財政の持続可能性と経済社会との関係です。それでは、具体的にはどのような内容なのか、授業番組を少し覗いてみましょう。今回の授業では、 少子高齢化が家計貯蓄に与える影響だけにターゲットを絞りますこれは事業の前半で示した日本の不老の貯蓄率低下を示した図ですその原因が少子高齢化にあることをライフサイクル仮説と呼ばれる経済理論によって確認してからその他の可能性を取り上げてみましょう 私たちの所得と支出のバランス、消費と貯蓄や借金の動きは、人生の各段階、つまりライフステージによってずいぶん変化します。それがライフサイクル仮説の考え方で、多くの方が受け入れられる考え方ではないでしょうか。例えば、各世代で典型的には次のようなライフサイクルが考えられます。就職したばかりの二十歳代の頃には、給料も安く、日々の生活で精一杯で、 貯蓄をする余裕はないかもしれません車のような高額なものを買うときには就職した会社の信用でローンを組む必要があります大学時代の奨学金の返済がある方もいるでしょうから貯蓄率はかなり低いのではないでしょうか働き始めて何年かたち徐々に給料が上がってくると貯蓄をする余裕ができ始め銀行預金の残高が増えていくでしょう晩婚化の時代ではありますが 三十歳前後でやがて結婚をし子供が生まれるなどこれらライフイベントでは普段より多額な支出が求められますそれも普段からの貯蓄があればある程度対応できるようになりますそうなると経営者は経営の専門家株主は出資者であるという役割分担が生まれます株主からすればたとえその企業や事業に詳しくない素人であったとしても 出資するるここととでで事業利益の配当を受けることができます次の図のように現代の株式会社においては資金を提供し会社の所有者である株主と経営を行う社長取締役などとは別人であることが多くなりこれを所有とと経営の分離と言いますこれが進むと株主と経営者が一体であったときに比べてコーポレートガバナンスに大きな問題が生じます。 エージェンシー問題です。所有と経営の分離が進んだ株式会社において、所有者である株主は、出資した資金の使い方を経営者に依頼する依頼人、プリンシパルとみなせます。依頼を受けた取締役などの経営者は、株主の代理人、エージェントとみなせます。このような依頼人、代理人の関係をエージェンシー関係と呼んでいます。この関係においては、 利害対立と情報の非対称性という二つの大きな問題が生じることが知られていますそれがエージェンシー問題ですいかがでしたか金融と社会について興味を持っていただけると幸いですこの科目を受講することで新聞、テレビ、インターネットなどで目にする金融関係のニュースがすっきりと理解できるようになってほしいと思いますまた、 この科目で養われるはずの金融を見る目を活かして、貯蓄・資産形成や銀行借入の際など、ご自身の生活に役立てていただきたいと思います。それでは皆さん、番組でお会いしましょう。